下高井湖、浜田山八幡神社は、東京都杉並区下高井戸にある神社。陶器場の宗教法人名称は、八幡神社。当神社は社殿によると、長六元年に、大田道館が江戸城を築くとき、工事の安全を願い、家臣の柏木左衛門のに命じて、鎌倉の鶴岡八幡宮の神霊を勘定して、創建したものと言われている。本殿は、 高下4年の再建であるが、現在の拝殿、副殿は昭和34年に落成したものである。明治25年に村内にあった稲荷神社を合祀した。下高井戸塾の鎮守であり、別当時は草原寺であった。明治5年に尊者となる。昭和初期まで当社の宮寺であった斎藤守高は、俗に面芝居ともいうかぐらの元締めで芸名を 中村縫いの助と言った。この面芝居は、明治末から昭和10年頃にかけて流行したが、今は絶え、現在は数個の面が残るのみである。出展、ABCDEFGHI 杉並区、教育委員会、角川日本地名大辞典編纂委員会編、角川日本地名大辞典13東京都、角川書九1978年、886ページ。 A.B. 下高井湖、浜田山八幡神社、新編武蔵風土機構下高井洞宿、ありがとうございます。